はい、皆さんこんばんは、動画行ってますかねということで、沖縄歴史クラブへようこそということで、今晩も配信やっていきたいと思います。沖縄歴史クラブの前田です。今日は囲い君と、それから後ほどですね、今日紹介します、宮沢和文さんの著書沖縄のことを聞かせてくださいの、編集者をされてます安藤さんと一応3人で、この本について喋っていこうかなと思います。まあ、すでにあの動画のタイトルの方にも書いてますけど、まあ、我々沖縄歴史クラブも、まあ、ちょっとひょんなこ、まあ、ご縁があってですね、注釈の、まあ、ちょっと歴史文化監修というのを担当させていただきましたので、まあ、そういった話、ちょっと裏話も踏まえながら、今日はこの本について掘り下げていけたらなというふうに思います。で、まあ、せっかくですので、ぜひぜひ視聴者の皆様には、チャット欄の方にですね、まあ、質問、それから、まあ、この本の感想とか、それから、まあ、今日話している内容の感想なり、まあ、囲い君へのどんどん質問してもらえればなと思うんですけど、まあ、皆さんでこうざっくばらんにおしゃべりしていければなというふうに思います。ということでですね、早速じゃあ囲い君の方から、この、宮沢さんの沖縄のことを聞かせてくださいの、内容をちょっと簡単に紹介してもらおうと思うんですけど、はいはいはい、じゃあ囲い君お願いします。了解です。ちょっと待ってください。これ今画面共有いってますかね。言ってます、言ってます。スライドショー見せてもらっていい？スライドショー見せる。いまいちね、いまだによく、これ今、天の声表示されてない。今、いけてますかね。あ、天の声出てるね。出てる？ちょっと待って、これね、なんかね、表示設定変えないといけないんですよ。本日大体こんな感じでやっていきますので、よろしくお願いします。毎回こんな感じなんです。あ、オッケーオッケー。あ、いける？はい。天の声消えた、消えました、ね。あ、そういうわけで。毎回こんな感じなんでね。そういうわけで今回は、島唄の作者でもある宮沢さんの著書ですね。沖縄のことを聞かせてください。を、まあ、紹介していくというか、それについてはいろいろ、トークしていくわけですけれども、こちらにまず概要、本の概要の方を貼っておきました。で、この沖縄戦をテーマにした曲である島唄っていうものを、全くこう沖縄とあまり関係のない縁のない人が作って、作るまで、作ってから、そして現在に至るまでっていうものを、書いている本ということですね。で、これ2200円プラス税金、消費税なんですけれども、それに対してページ数が非常に多い、もう500ページ近くある大著でして、内容としてもエッセイと対談の2つに分かれています。で、エッセイについては、全8つの章ですね。で、対談はもう、スポーツやら美術、音楽、文化、小説、それから歴史ですね、そういった方面に至るまで多様なメンバーと対談であるとか、提談をされているというのが載っているということで、その単に島唄のことについて書いているというよりかは、島唄のことを通じて、戦後の沖縄っていうものを映し出している本になっています。これ本の見どころまで行くんだっけ？ぜひじゃあ囲い君の方から、はいはい、囲い君なりな見どころをちょっと紹介してください。はい。で、さっきも言ったように8つの章と10の対談なし定談というものから、できています。で、個人的に読んで見どころだと思った点は、それぞれ本編と対談で1つずつ挙げています。本編としては、その島唄を作るまで、作ってから現在っていうことで、その文化の製造物責任っていうふうに書いたんですけれども、その宮沢さんが作ってただ終わりっていうことじゃないし、作っ
って売れてよかったねっていうことでもないんですね。その作って沖縄と関わったことによっていろいろな反応がある。それはいい反応もあれば悪い反応もある。悪いというか批判的な反応もある。そういったものに対して宮沢さんは単に売れたからいいよねとかそういうことじゃなくて、それらに真摯に対応していく様子というものがきちんと書かれています。で、私はクラシック音楽を一応専門にしているっていうことにしているんですけれども、そういったオーケストラとかそういうクラシック音楽の楽器に関しても、例えばどこそこの音階を使ったどこそこチックな音楽とか、そこかしこの民謡を使ったからそれっぽい曲にしましたっていう、言ってみればあのなんとなくそれっぽいものを作って終わりっていう曲に結構出会うんですけれども、島唄に関しては全くそんなことはない。その自分の作ったものに対して徹底的に責任を取る、この姿勢は言ってみれば音楽に関わる人間の端くれとして本当に敬意を持ってその読んでいた。もっと言うとその後出てくる慣習の話になってくるんですけども、注釈の話になってくるんですけれども、これは大変な人だと、大変すごいものだというふうに思いながら読んでいました。で、そういった責任、個人の経歴責任っていうものに対して対談っていうのは、その島唄がいろんな方面から反応があったっていうことについて、島唄が開いてきた可能性っていうもの、これは開く、開拓の拓でもいいですね。そういったものがよく表れていると思います。で、音楽的な面で言うと体験論的な音楽の力、こう音楽を聴いて感動してなんとなく音楽の力ってあるよねっていうことではなくて、特に戦争、つまり戦争とか中、その本の中にはウクライナの話とかも今の出てきましたけれども、暴力、そして、南米の移民ですね、こういった人間の歴史とか文化とかそういった、まあ、広い意味でのヒューマニティーズ、人文学についてのこう体験論的な語りですね。つまり学問っていう研究っていうものがどれだけこういった人間の動きっていうものをかけてきたのか、書くことができたのか、来たのかっていうことをすごく反省的に、考えさせられました。あとは細かいところで言うと竹中勉ですね。あの沖縄の音楽、民謡の奏者っていうのを内地に紹介した人の大きさっていうものを改めて感じました。で、注釈としては研究成果を広める機会が得られたっていうのはすごく嬉しいし、それが島唄、多分この後から前田君からも話があると思うんですけれども、このチャンネルの、前田小羽倉囲いと島唄っていうのはある共通点があるんですね。で、その島唄の作者の本だったっていうのはもっと嬉しいと思っていますし、これをきっかけにいろいろな人がこの本に触れてくれると思うので、歴史とか音楽とかそういったものの深みにどんどんはまっていけ行ってくれればなっていうふうに思っています。こんなとこでいい？あ、いいよ、いい感じだね。いいやろ、うん、ゆる、はい、まあ、ありがとうございます。あれ綺麗にまとめてもらいましたけど、あ、僕の方からも、まあ、見どころというか、まあ、今囲くんから振りがありましたけど、ね、この沖縄歴史クラブで、まあ、活動している、まあ、前田囲、あと小羽倉と、それから島唄ですね、実は同級生だったというあれ1990年生まれなんですけど、あの 本を見ていたら、あ、島唄が生まれたのもちょうど1990年だったのかっていうのびっくりして、ダメじゃんみたいな話を始まる前にしてましたけど、いや、僕自身もですね、実はもう今回本当にまず研究しててよかったなと思う本当仕事だったんですけど、っていうのも僕はもう本当に 僕自身がこう沖縄と出会うきっかけっていうのは本当ブームなんですよ、ザブームなんですよ。で、子供の頃たまたま車で親父が聞いてた CD だと思うんですけど、このブームの沖縄私の島という CD があって、
これ多分小学校3年生か4年生ぐらいだったと記憶してるんですけど、2001年、2002年、2000年ぐらいかな。で、あの、なんじゃこれはと、あの、僕は子供心に衝撃を受けて、あの、特に三線の音が僕の中ではすごくこう引っかかってですね、あの、なんだこの楽器はと思って、だからドラムでもなくギターでもなくベースでもなく三線が一番こう耳に残ったんですけど、まあ、そこから、まあ、福岡で三線を習ってもっと勉強しようと思って、まあ、沖縄に移ってきて今に至ってるんですけど、そういう意味ではすごく原点だった、まあ、宮沢さんの音楽と、まあ、宮沢和美さんという人のお仕事にはこういう形で、あの、まあ、ちょっとひょんなことから関われたのはすごい、あの、光栄だったところと、あとやっぱりずっと聞いてた、あの、音楽の話、あの、島唄の話ももちろん、あの、あるんですけど、でも一方で、その島唄以外の曲、あ、僕は結構、この、とにかくこの CD 入ってる曲がどれも大好きで、あの、100万粒の涙とか、あ、何の話入ってたかな。あの、宮沢さんが最初に作った沖縄曲が100万粒の涙だったらしいんですけど、あの、すごく僕は違和感を持ってた歌詞とかがあって、その部分もやっぱり違和感あったんだみたいな話がこの本の中でこう赤裸々に書いてあってからの島唄の話で、かつやっぱりこう改めてこう島唄の歌詞っていうのを考え直した仕事だったなと、まあ、本の最後にも島唄の、あの歌詞がパーッと載ってるんですけど、この本の中でもたびたび触れられてるんですが、いわゆるダブルミーニング、あの、表向きの、その嵐が来たっていう、まあ、英語は咲いていて嵐が来たっていう言葉と、でもその後ろに隠されている、例えば沖縄戦の話であったり、それからまあそれこそ近世以降沖縄が琉球沖縄が経験してきた、まあ、歴史の話っていうのをこの後ろの意味としてこう織り込みながら、まあ、作られた歌で、かつまあ加古井君の話もありましたけど、あの、創造物責任だっけ、製造物、あ、製造物か、うん、製造物責任っていうか、まあ、やっぱりこうどういうふうに関わる沖縄、まあ、いわゆるその大和出身の人間として沖縄に関わるのかというところは、まあ、やっぱり 僕も、まあ、加古井君もそうなんですけど、大和の出身で、かつ僕自身もずっと沖縄で研究している中で、どういうふうに関わっていくのか、まあ、自分の研究を進めていき、じゃあ、ね、あの、まあ、後にも出てくると思いますけど、まあ、バトンという言葉がこの本の中でもたびたび使われてますけど、どういうふうにじゃあ自分が勉強してきたことをまた次のバトンにつなぐのかというところも含めて、あの、すごく、なんか、あの、加古井君もそうだと思うんだけど、こうゲラを見て、あの、いろいろ事前に読ませてもらった段階でもすごい感動しながら仕事をした覚えがあるんだけど、どう？うん、久々にやばいもんを見たっていう感じですね。うん、あの、分量もさることながら、やっぱりもう、すごい一文一文がというか、本当にはこれを、ね、なんかこういう形で事前に関わらせてもらったのは本当に光栄だなというか、すごい自分にも刺さるものがたくさんあって、改めて、あの、すごい人だなと思って読んだんですけど、まあ、見どころは多々あるんですが、まあ、またちょっと後で話すると思うんですけど、この本だけじゃなくて、ただ別の本をこう織り込みながら読んでいくと、よりなんか、あの、多角的に、まあ、見えてくるんじゃないかなというようなところも感じつつ、あとはまあね、後ほど話もあります。注釈がすごいという我々関わらせてもらいましたけど、あの、ただ多分だからこれは一冊と思っちゃいけないと思うんですよ。多分これ二冊なんですよ。二冊の本がこう一冊になってるイメージ。だから多分三冊だな。三冊。あの、宮沢さんのエッセイと対談集と、あの、多分なんだ、注釈集なんだろ う、 もう沖縄大百科に近いものを感じるんですけど、岩波文庫ですか。でまあ3冊が一つにまとまって、まあ500ページぐらい でしかも値段2000円ちょっとで買えるっていうのはもう超お得。確かに岩波文庫3冊分、岩波新書3冊分ぐらいかな、まあっていう、あの、本かなと思いますというところで、もうですね、早速ですけど、ていうかコメントも早速いただいてますね。ありがとうございます。あ、上田さんから、沖縄研究する原点につながれた、涙涙と。ありがとうございます、本当に。ということでですね、まあ、早速なんですけど、
編集者の安藤さんをお呼びしたいと思います。さすがにちょっと今回は宮沢さんを呼ぶような力は我々にはなかったんですけど、安藤さんとこれまで本の出版の準備段階からいろいろお世話になって、はい、今回も引き受けていただきましたね。ぜひじゃあちょっと安藤さんに今日しっかりとお話聞いていきたいなと思います。じゃあ安藤さん、どうぞお越しください。あ、こんばんは。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はありがとうございます。ありがとうございます、お忙しい中というところで、はい、ざっくばらんにこう囲いと前田で、見どころとか本書のポイントみたいな話をしてきたんですけど、改めてこの、宮沢さんの沖縄のことを聞かせてください。で、出版に、至った経緯というか、どういった経緯でこれ出版しようみたいな話になったんですか？そうですね、一番最初、一番最初というか、そもそも僕も、前田さんと同じくというか、宮沢さんの音楽を小学校ぐらいの時に聞いて、小学校の時、ちょっとこの話一瞬長いんですけどいいですか？ああ、いいです81年生まれなんですけど、81年大分県生まれなんですが、僕が子供の頃っていうのは、バブルの頃から続くスキーブームがの本当に残骸みたいな頃で、大分県にはスキーのゲレンデなんてないんですよ、雪降らないんで。なんですが、草スキーって言って、人工芝をね、ただの斜面に敷いて、それをアックスを塗りたくったスキー板履いて滑らせるっていう、とんでもないこう疑似スキー場というか、そのスキーブームの最後の尻尾に乗らんとする意欲満々みたいなビジネスがあって、でも僕も子供の頃そこにスキーに行ってたわけです。全然本当のスキーは上手くならないんですけど、芝なんて。一応ゲレンデがあってリフトがあるわけですよ。で、そこで、当時92、3年なんで、なんか広瀬香美とかね、いろいろ当時のこうカチャカチャしたヒット曲がいっぱい流れてる中で、すごいゆっくりな曲が聞こえてきて、これは何だと、この違和感バリバリの曲は何だと思ったら、それが島唄だったんですけども、当時大ヒットしていた島唄っていうところで出会い、その後興味を持って聞くようになり、多くのファンの方の例に漏れず、おそらく沖縄に興味を持ち、ブラジルに興味を持ち、その宮沢さんの音楽を入り口としてそういうところの文化に出会ってきたという人間でもありまして、その後、それが高じて大学の研究とかも沖縄でするようになったりとか、結局その後本を作る、編集者になって、2008年ぐらいに、せっかくだし宮沢さんと仕事したいと思って、宮沢さんとこに行って仕事を、一緒に本を作りましょうっつって本作ったんですよ、一冊。全く売れなかったブラジルの本なんですけどそれ以来というか、それも含めて、宮沢さんとはそこから十数年の、お付き合いをさせていただいてて、ちょいちょい一緒にねお仕事したりとかはあったんですけども、宮沢さん、付き合えば付き合うほどというか、何でしょうね、この本にも載っているような宮沢さんとその異文化との関わり方というか、どのように沖縄なりブラジルなりの、文化社会歴史と対峙してきたかみたいなことっていうのは、その島唄に関する、島唄の背景っていうのに関するニュースなりインタビューなりがちょいちょい出るぐらいで、その姿勢の根っこの部分というかみたいなところを自分では語ってこなかったし、ほとんどで、それをまとめるような機会もなかったというか、別にいつでもあるはあるんですけど、どういう形でまとめるのがいいんだろうみたいな、これをまとめたいなっていう気持ちはあったんですけどね、そういう態度的な部分をと思ってたら、復帰50年、島唄30年という2022年が近づいてくるにつけ、これはここでやるしかないんじゃないかという気持ちになり、で、誰かがそういう話を他にするかもしれないけれども、おそらくこれは偉そうなことを言いますけど、自分しか作れないだろうというのもあってですね
あの2021年の、まあ、いくつぐらいかな、初夏ぐらいに、まあ、ちょうどだから発売1年前ぐらいですね、どうですかっていう話をしたんですよ。宮沢さんの今までの沖縄にへの関わりを、まとめてみませんかっていうだけだと、まあ、あのこういう言い方すると怒られちゃうかもしれないですけど、もう読めるので、うん、自分でもだいたいこういう本になるだろうっていうのがちょっと読めてしまうので、それはつまんないなという気持ちもあったりとか、まあ、これまた後で言うことになると思うんですけど、宮沢さんの目から見た沖縄を宮沢さんの名前でまとめるだけでは、まあ、圧倒的に不足である。沖縄という場所について何かこの年にこういう、まあ、こういうというか何かしらをの本なり、まあ、メディアを作るという行為をするにおいて絶対に不足であると思ったので、やはり対談とか、まあ、その他者の目線、他者の語り、まあ、さっきもねおっしゃっていただきましたけど、そのまあ島唄という歌にもそういう部分がある。一方でそれは抽象化された、経験であることによって多くの人の支持を得たのだとすれば、より狭い、よりピンポイントな人たちのまあ語りとか体験、経験の中から、まあ、その抽象的な島唄っていう歌の中に、器の中に入れるものを、どんどん入れていきたいっていうまあこともあったりとかですね。あと、宮沢さんが知らない人をどんどん入れたいなっていうのもあったんで、うん、知ってる人だけだとこれまたなんか話が読めるなみたいな気持ちもあったのでですね。まあ、そういうのも含めて、あ、まあ、なので、この本の元になったコンセプトをはもうすべて最初に宮沢さんにお話しして、うん、宮沢さんの知ってる人だけだとつまんないし、いろんな人入れましょうみたいなことだったりとか、まあ、そういうことも含め、2021年のまあ初夏にスタートしたという感じですかね。はい、すいません、長くなりましたが。ちなみに宮沢さんの知らない人って、うん、半分ぐらい知らない人なんですか？ね、結局そうはならなかったんですよ。ここで言うと、まあ、うん、山城千佳子さん、現代美術家の山城千佳子さんと、はい、西浦さん、あなたの沖縄コラムプロジェクトの主催でいらっしゃいます西浦さんの、まあ、お二人っていう感じにはなったんですけど、実はもっといてですね、候補的には、うん、まあ、いろんな方にお声掛けして、スケジュールが折り合わなかったりとかで、これはまあちょっと長めの対談が必要になるし、知ってる人ならまあいいですけど、知らない人にズームだけでっていうのもなかなかなっていうので、まあ、会いましょうっていう話はしたんですけど、もうコロナがやっぱりこうアップダウンが激しかったので、予定してても行けないとか、そもそも予定が立たないみたいなことが何度も繰り返されたのでですね、結局このような形になったという、まあ、だから2人だけなんですけど、この2人と喋ったのも宮沢さんにはすごい良かったなと、個人的には思ってるので、まあ、その話もまたします。そうですね。はい、ちょうどこう深掘りしていくというところなんですけど、はい、改めて囲井くんから例えば本編とか対談とかの中でここ良かったなとか、ここおすすめですよみたいな、まあ、まあ全部、まあ、僕的には全部おすすめなんですけどっていうかね、やっぱり音楽の話なので、あのね、こういう音楽っていうか、何かいろいろな解釈とか意味を込めることができるとか、捉えることができるっていうのは、優れた創作物の一つの基準だと思うんですね。で、そういう意味で、この宮沢さんの体験っていうものが簡単に言語化できない、こうさっき読める、展開の読めるっていうか、どういうふうになるか読めるっていう話をされたと思うんですけれども、読めないし語れないっていうところがおすすめっていう点では、あのブラジルでしたっけ、ブラジルで演奏した、お前の曲をやれって言われて演奏したところであるとか、あのアウシュビッツを見に行ったところですね、そういったところがおすすめですね。あの、なんていうか、この
こういった何でもかんでも専門化して高度化して、あるいは個人化して分断化してっていう世の中だと、沖縄のことなら沖縄のことじゃないとか、そういうアウシュビッツはアウシュビッツと、ブラジルはブラジルっていうふうに言えるんだけれども、そうじゃなくて、まあ、確かにそういうふうに分かれているかもしれないけれども、その分かれている隙間をうまくこう、なんというか、わーっと染み入るように、文化とか音楽っていうものが、なんかこう、ふわっと一つにまとめますっていう、音楽の力っていう言い方じゃないけど、もっとしたたかというか、もっと、そういう簡単な言葉で回収できないようなつなぎ方っていうものを島唄はしているっていうところで、やっぱアウシュビッツとブラジルですね、僕は。なるほど。なるほど。本編のね、中でも結構、その、やっぱ島唄以降の、で、やっぱ、安藤さんももちろん、ずっとブーム聞いてきた方なので、わかると思うんですけど、沖縄からちょっと離れるような時期があるじゃないですか。宮沢さん、それは別にこの本の中でも沖縄を忘れたことではないし、曲だって作ったよみたいな話はもちろん書いてあるんですけど、結構ブラジルの音楽にやっぱりこうずっと作られていて、でももう一回またその沖縄に帰ってきてみたいな、なんかこう時系列がなんとなくあるように僕も思うんですけど、そういった中でもなんか、そうそう、この本ですごく感じるのは、ブラジルにしろ、アウシュビッツにしろ、沖縄にしろそうなんですけど、なんかこう、沖縄ってこういうものだみたいな風には絶対宮沢さん言わない。うん、そのなんか、まあ、グラデーションっていう言葉もよくこの本の中で出てくるんですけど、沖縄だけどやっぱり僕は見てるのはある一面であって、そこをあくまで僕は表現してる。で、またさらに、次の表現、次の表現っていう風になんか続いてきてるような、どうしても、ね、特にその沖縄を語るとか、沖縄の本を出します。まあ、僕らもあの本出させてもらったんですけど、やっぱなんかこう、何の本とは言わないですけど、やっぱ今でもこう、沖縄とはこういうものだみたいな、特に大和の人間が来て、俺の沖縄みたいな、ちょっとすごいマッチョな感じで、あの本にまとめたりってよく目に、結構多いんですけど、そういった中で、やっぱこういった語り口の沖縄の語り方で、かつ沖縄だけじゃない複数のまた宮田さん自身の経験があり、かつ沖縄自体の複数性みたいな、奄美の話とか、まあ、宮古山の話も含めてですけど、なんかこういった立て付けでの見方っていうのはやっぱりなんかもうね、それは音楽だけではなくていろんな人に刺さるものだったんじゃないかなと思いながら、僕も本編のエッセイの方ですね、読んでたんですけど、うん、ありがとうございます。これもちなみにでもエッセイの方はあれですか、なんかこういう感じでというよりも、もうその島唄からこれまでのことをちょっと一回まとめてみてくださいみたいな、こういうあのオーダーだったんですか？そうですね、まあエッセイに関しては割と何でしょう、まあ、結構長いこと話をしたんですよね、宮沢さんと。それこそ何時間、1日に 4,5 時間みたいなのを何回もやったんですけどまあまあこれまでのこととか、まあ全然書いてないことも、いっぱい聞いたり、何でしょうね、多分墓場まで持っていく系の話もあるらしいので、まあそういう話も、ね、いろいろ聞きながら、こういうことこういうことこういうことをまあ書いていきましょうかみたいな、まあ、そういうディレクションをしていくというか、まあ、そういう感じですね。なんというか、湯沢さんって自分の考えてること、まあ、歌にするっていうのはね、もちろん本職なんであれですけど、例えばトークとかでも、まあそんなにこう縦板に水系の人ではないんですよ。考え始めるとこうトーク中でもっていうぐらいの間を空ける言葉をきちんと自分が発してもいい言葉を発するっていうタイプのね、うん、方なんで、それはとても信頼
のできる誠実な態度だと思う。一方で、宮沢さんのフィルターを、まあ、その発し、要は外にパブリックに発してもいいというフィルターを通らなかった言葉とか、通らなかった記憶みたいなものもいっぱいあるので、まあ、そういうものも なるべく喋りながらこう掘り出したりとかしながら、まあ、そのパブリックにできる形に、じゃあどうしていきましょうかねっていう提案をするというか、まあ、そういうような形で、作っていった感じしますね。あと、まあ、もう一回ちょっと囲井くんに聞こうかなと思いますけど、まあ、10名の方と対談されてる本じゃない、はい、そうですね。で、まあ、囲井くん的にこう、まあ、複数でもいいんですけど、対談の中でこう刺さった内容とか、これは良かったな、この内容はとか、どうですか？もう大工たち、テスヒロさん全部でしょ。だよね。だよね。これはね、聞く人と聞く内容を間違えてますよ。そう、ね。そう答えるに決まってるじゃないですか。あ、そっか、俺から喋ればよかったな。押してくれ。そうね。改めてどう？その、まあ、大工さんっていうか、囲井くんの場合は、まあ、沖縄を返せで、まあ、論文を書き、まあね、つながる沖縄近現代史の中でもコラムを書いてもらって、まずやっぱり、ね、まあ、宮沢さんの島唄と一緒にしてはもうおこがましいけれども、やっぱ囲井正也という人はちょっと僕は沖縄に引き寄せてしまって、こう、ね、沖縄の、まあ、一応論文を書いてってところで、囲井君自身もこれから沖縄とどういうふうになんか関わっていくかというか、ね、た時に改めてこう大工さんと宮沢さんの対談を見てどうでした？責任と責任のぶつかり合いでしょうね。っていうかね、音楽とかに限った話じゃないかもしれないですけど、うん、簡単にまとめて分かったような気になっている語りっていうのが、まあ、多すぎてですね。その点ではさっきも、もうフィルターを通してうまくこれは言うべきではないとか、そういう話になった時は本当に間が空くとか墓場まで持っていくっていう話があったんですけど、そういう簡単に言い切らないし、そのあとはなんか、なんていうかね、ある意味では政治的なことの方が楽なんですよね。うん、文化って、文化的な方面の話って、その建前が強い分、本音がすっごい出るんですよ。その、所作とか言葉遣いとか。うんうん、よく大工さんがその10週勝ち抜いたらデビューできるけど、9週目で、沖縄の民謡でデビューしたやつなんかいないから、ちょっと負けなみたいなことを言われたとか、そういった話もそうだし、その言ってみれば沖縄が差別される側だっていう話もあるし、内地の人間が沖縄について歌った後の話、つまりこれは宮沢さんの話なんですけども、そのことが、今度は逆に沖縄の人たちからお前に何が分かるんだって言われるっていうケースも発生して、つまり沖縄であるっていうことが被害者にもなるし、逆に加害の立場にもなるっていう、そういうその二面性というか二重性っていうのが本当に文化の音楽の良さとか、うん、音楽ってなんとなくいいものですよねなんて、そんな生優しいもんじゃないんだぞっていうのが当人たちの責任において説明されているっていう点で、あ、いいっすねってこれはね、やっぱりね、音楽を簡単に肯定しちゃう人間ほどよく考えないといけない。その売れたらペラペラ喋る人とかいるし、逆に大体の人ってその作品がなんで売れたのかっていうことの説明を求めたがるけれども、
逆にどういうことで失敗したかとかいう点にはあまり耳を傾けたがらないというか、覆いかぶせたがる。そういった覆いかぶせたがることにうまくこう目を向けてもらうような仕掛けがたくさんこの本にはあると思っているし、やっぱり大工さんの対談、迷ったらこれを読めっていう話になります。まず立ち読みでこれで判断してくれ。結構終盤じゃなかったっけ。大工さん中盤ですね。中盤ですね、うん、真ん中ら辺ですよね。ああ、なるほど。迷ったら162ページ開けろと。うん。そうすると、この本の、しまうた、その、なんていうかね、本人から見たしまうた、周りから見たしまうたっていうものの大体は分かる。うん。それをさらに本人の発言であるとか、その他の人たちとの対談っていうものを読むことによって、あ、このジャンルからこう見えるんですね、あのジャンルからこう見えるんですねっていうのが分かっている。うん。ちょうどまあ、ちょっと話変わるけど、大工さんとの対談の中で出てくる、ティダーからナミキララっていう、ね、あ、はいはいはい、曲があって、これは95年、だから沖縄戦ちょうど50年の時にのイベントで、大根山でやったんですね。まあ僕は全然5歳なんで、しかも福岡にいたんで全然リアルタイム分かんないですけど、3000人で三線を弾いて歌うっていう。で歌詞も確かに公募した歌詞に宮沢さんが曲をつけて、で、なんかその場に、それこそそれまでなんとなく、なんだ大和の地はって言ってた、まあ大御所たちも参加してっていうような、まあ、一つの場として、まあその三線三線っていうのがあった。ような話があったと思うんですけど、でちょうど我らの復帰50年の式典の時にも宮田さんのティダーからナミキララを演奏されてて、うん、なんかいやそのまあまり僕はその意味付けしたりするのは得意じゃないですし、まあまあそこら辺にやだこれも野暮なんですけど、なんかこうなんかね、節目の時にこの曲が出てくる意味ってなんだろうなと。特にその三線三線の場合は沖縄戦から50年で、まあちょっと初段の時大田県政だったので、まあ、その前に平和の礎もできて、沖縄戦の話とか、じゃあこれからの沖縄ってどういうふうに意味付けていこうかみたいなタイミングであった、その数ヶ月後に少女暴行事件が起きてるんですよね。でやっぱ体験した、ちょうど三線三線に参加してたっていう龍大の先生がいてです、僕はよく飲みに連れてってもらったんですけど、やっぱあの時のそのまあ沖縄戦50年でもここでやっぱりちょっと三振でみたいな雰囲気が、その数ヶ月後に一気に吹き飛んでしまったリアルな感じだから、その両方の記憶が手だからなミキララの中には読み取れるんだよなみたいなことを参加した先生から聞いたことがあって、でやっぱその曲自体がこうなんかまた別の意味になってくるようなところって、じゃあその復帰50年の式典で弾かれ、まあ、演奏された手だからなミキララ、すごい良かったですけど、あの場で、ね、まあ、でも面白かったですね。宮沢さんもなんで総理首相帰っちまったんだみたいな、聞いてけよみたいな話だった。なんか何で言ってたかな、式典の会場で言ってなかったです。その後のジュンク堂で、うん、ジュンク堂のトークの時、あ、そうそうそう、ジュンク堂で言ってましたよね。オフレコじゃオフレコなんでしょうけど、あれに関してはもう一個あってですね、まあ、そもそも僕なんかは、まあ、呼ばれるだろうし歌うだろうけど、うん、出ない方がいいんじゃないのって思ってたんですよね。うん、うん、まあそれはもうなんでこんなに出るんだみたいなことを言う人もいるだろうし、まあ、それは思想の振れ幅の話ですけども、なんかちょっと取り込まれてしまってる感を見出す人もいるかもしれないし、そもそも大和音中じゃねえかっていうことで嫌だっていう思う人もいたと思うので、僕はねやっぱこれ無邪気に出る、まあ、ような人ではないとは思いつつも出ない方がいいんじゃないのかなとか思ってて、まあ
後で聞いたんですよ。まあ、そしたら、まあ、なんでしょうね、まあ、ティダーカラだけじゃない、ね、あの時は、新刊のチャーやったりとか、チャーもやってましたね。しましたけど、まあ、あの、沖縄の人がね、出ちゃうと、それはそれで沖縄の中が割れるだろうみたいな。割れるだろうとは言ってないんですけど、まあ、沖縄の中の人が出ると、余計になんか、いろいろ沖縄の中でコンフリクトが起こるような可能性もある。まあ、これ、あの、僕が今、思い出しながら言ってるんで、本人の弁ではないですけど、一言一句が。その沖縄の中でコンフリクトがこの場で起こるぐらいだったら、自分みたいなものが出て、いや外の人間が出て、それを防いだ方がいいみたいなことを言っていたんですよ。まあ、それを聞いて、やっぱりこう、ああ、30年、いろいろなものを、ね、まあ、考えたり受け止めたりしてきた人の言葉だなっていうのが改めて思ったんですけど、っていう裏話もありつつ、今のお話を伺って、あの大工哲弘さんが皇居で演奏したっていう話、うん、あのなのでを思い出したんですけど、実は今の三線三線の方が、三線三線だっけの方が先なんですね。今調べたんですけど、皇居で演奏したの、大工さんが皇居で演奏したのが2004年の話なので、だいたい10年ぐらいだと。最初は今話聞きながらこう、あ、大工さんの背中を見ているからきっとそういうことをやったんだろうなって思って調べたら、そう、逆だったので、だから共通しているのはこう取り込まれる、そういう場所で演奏することがすなわち取り込まれることだっていう見方ってすごい強いんだなっていうことを改めて思いました。そのやっぱりそう単純に割り切れはしないはずなんだけれども、もっと言うと研究でもこうそういう何か権力者の側とか体制の側と何か少し友好的なポーズを取ったからそっち側の人間なんだって言っちゃうけど、まあね、そうね、単純に言い切れない、うん、これがね、やっぱり文化の難しさだし、大体なんとなく本読みながら思ったのは、やっぱり一般的なニーズとか一般的な理解というか合意コンセンサスの問題で言うと、音楽はなんとなくふわっとみんなをつないで反体制の側にいて常に被害者の側でなくてはならないみたいなこと言われるけれども、別に全然そんなことないし、そんな音楽の方がごくごく少数のはずなんだけどねって、うん、まあ適当につないでこれ、うん、あと少しちょっと話変えますけど、つながらないので対談のところで、あの僕はこういう読み方しても面白いかなって思ってたのが、実はですね、あのこれもう我らが新庄和博さん の僕の沖縄復帰越しプラス、まあ、ちょうどあの僕らのつながる沖縄近現代史の編集者担当してもらった新庄さんの本、まあ、去年バーッとまた沖縄で売れたんですけど、た時に例えばその具志堅用高さんとの対談が一番最初にやるんですよね。あのいわゆるね、その日本のまあテレビで出てくる具志堅さんとやっぱ違う話っていうか、むしろ沖縄にいるとこの話の方が聞くような気がするんだけど、そこにすごいギャップを感じたところもあって、で、まあ、かつその、まあ、沖縄の中の複数性みたいな話と、でもその沖縄の社地を引きつけた具志堅さんの、まあ、ちょっと功績って言ったらいいのかな、なんかやっぱりこれ具志堅さんも自分の語りの中で復帰前の世代はこう相当苦労した、そうだよ、でも僕がチャンピオンだった時こうみんながありがとうって言って喜んでくれて、那覇でもみたいな話のところと、まさにこの僕の復帰越しプラスの中で新庄さんが具志堅用高のこの なんて書いてたかな、そう、まあ、話では1980年代に具志堅用高破れるっていうタイトルの章なんですけど、まあ、その具志堅用高がチャンピオンになったっていう現象そのものを新庄さんの目線からあの見えてくる部分と、で、まあ、宮沢さんと具志堅さんとの対談の中で、
見えてくるもので、それからもう一つが中江さんたちとの対談のところ、僕はここすごく面白かったなって思って読んでいて、っていうのも最近やったパイナップルツアーズをですね、桜坂劇場で見たんですけど、今使ってますもんね、これはすごいと思ってデジタルデジタルリマスターかで、今桜坂劇場でまたやってるのかな、上映しててですね、このちょうど92年の映画だったかななんですけど、中江雄二さん、その後ナビの恋でこうバッとヒットするんですけどとか、トーマさんとか、こういった当時キレキレの映画監督たちが作った作品で、やっぱりそこで描こうとしたものと、やっぱ島歌がこう、うまく本の対談の中で重なってくる。で、やっぱり中江さんもそうですし、あと最近つながるおかげ近現代史の関係で、新庄さんとよくいろんなところで喋る機会が多かったんですけど、当時の空気感っていうか、まあ、新庄さんたちはキーワードコラムブックを出して、で例えば中江さんたちは映画監督たちは、まあ、パイナップルツアーズとか沖縄の映画をこう、立て続けに出してたんですけど、その90年、80年代終わりから90年代かけて、まあ、いわゆる沖縄ブームみたいな中で、まあ、外からこうイメージされる沖縄に対する、まあ、いや、そういうものじゃなくない沖縄、俺たちが住んでるとかこういうところだみたいな部分を、じゃあどういうふうに表現するか。で、かつ、あの時代の映画って、沖縄の映画って見てるナビの声もそうなんですけど、やっぱ民謡界の大物がたくさん出てくるっていうのは楽しくて仕方ない。みんな元気なんですけど、テリア・リンスケにしろ、ね、ナビの声だと、それこそ、登川誠人が出ていて、大先生ですけど、僕からしたら。で、かつ、しかし、やっぱこう、生き生きと出てたり、あと、若かりし頃の荒井由紀とかも、今の面影がないっていうか、でもなんかこの生き生きとした感じっていうのが、あの時代なんかこうやってやるぞみたいな雰囲気と、あとやっぱこれ自分たちをどういうふうに表現するかみたいなものとか、なんかすごく出ていて、でなんかそこの部分とこの本とで、まあそれは新庄さんのこの本の中でもそういう話が書いてあって、それは重なって、僕はなんかこう対談のところは、まあ、もちろん僕らも注釈で関わらせてもらったんですけど、一方でやっぱりこの新庄さんの本も含めつつ、いろんな本とこう重ねて読んでいくと、よりなんかいろんな読み方ができるなと思って、なんかこう対談は2人ないし3人ぐらいで喋ってるんだけれども、なんかこうそれ以上の広がりを感じるような話が、これはもう別に今紹介した具志堅さんと中江さんの話だけではなくて、全てにおいて広がりのある部分で、でここからまたこう、じゃあそこから見えてくる沖縄って何だろうみたいな風に読者はこうまた考えをこう広げていけるかなっていう風には読みましたね。じゃあね、完全に感想なんですけど。あ、でもそれはあると思いますね。なんか後書きだっけなとかでも書いてるんですけど、宮沢さんがこうまあ一人と喋ってるじゃないですか、対談って。はい。喋ってるんだけど、一人だけの話を聞いた感じがしないっていうね。うーん、相手の、周りであったり、まあ、その相手を通してその奥にいる、いろんな時空間的な意味での奥にいる人たちの話が、まずその話とか記憶とかいろんなものがその人、今目の前にいる人に流れ込んでいて、まあ、その話を聞いてるので、一人だけの話じゃなくて、まあ、その時代時代のいろんな人たちの話をなんか受け取ったような気がするみたいなことをね、まあ、言ってたし書いてたんですけど、まあ、まさにそういう前田さん言ったようなことなのかなとは思いますね。僕もその当時パイナップルツアーズの当時のこう、それこそ新庄さんが作られてたワンダーとかね、うん、その辺のバックナンバーを県立図書館で1日かけて全部読んだんですけど、1日2日ぐらいかかったのかな、うん、たりしてたんですけど当時の92年、まあ、もっと前か、90年代沖縄ブームと呼ばれたものが半分過ぎ始めた頃からの、まあ、90年代の熱量がやっぱすごいんですよね。自分たちはこういう、まあ、あなたたちが思ってるような人ではないし、自分たちはもっとこういう人だよというか、まあ、それが、まあ、あれは投稿のコーナーもね、当時はいっぱいあったんで、
あらゆる人の声で、示されてるっていう、まあ、それがやっぱりその当然自分がまあリアルタイムで経験した時代、まあ、生きてましたけど、うん、っていうのともちょっと違う、まあ、しかも土地柄も全く違う場所の、あの誰もが言ってしまえば若かった時のというかですね、文化としても若かったなんか時、あの感じっていうのがすごい出てて、まあパイナップルツアーズもそうですし、まあ、宮田さんの昔の映像なんか見ても若いなこの人とか思うんですけどそのまあ誰もがこうまあ我とはみたいな問いに、一回ぶつかってた時代の、まあ、今ここで名前が挙がったような人たちで言えばそういう時期っていうのがまあ92、3年、まあ、2000年と90年代前半というところにちょうどぶつかっていたがゆえのこうワッとした感じっていうかね、それはまあ僕も本作りながら昔のものを読んだりとかいろいろしながら、ああこんな感じだったなっていうのまあなんというか追体験っていうあれじゃないですけど少し思いながら、今こういうじゃあシーンみたいなものが果たして存在しているだろうかっていうね、カルチャーなり何なりにしてもと思うと、まあ別にそれは沖縄に限らずですけどどうかなと思ったりもしました。やっぱその30年前の多分新庄さんとか中江さんたちがこう若い頃に考えてた、いや自分たちが思う沖縄ってこういうものだよっていう表現の仕方と、あとまあもう一方でまあ無理やりつなげますけど、あのやっぱりさっきも名前出てきた一番最後の西さん、うん、西由良さん、まあね、あのご存知の方は分かると思いますけど、一応新庄さんの娘さん、まあ、まあ関係ないと思うんですけどのと宮沢さんの対談が入っていて、やっぱりその西さんたちが今やっているあのあなたの沖縄コラムプロジェクト、今概要欄にもリンク貼ってますけど、まあ、やっぱりその90年、じゃあ今度は90年代生まれの沖縄出身、うん、まあ、なしは90年生まれで沖縄に関わってきた人たち、そういう意味では、ね、あの沖縄歴史ラブもざっくり言うと90年代生まれが沖縄にどう関わるかみたいなあの場所ではあるんですけど、まあ、こういった90年代生まれの人たちが、じゃあ今度は自分たちから見た時の沖縄みたいなものをこう表現する。でかつ、うん、そのまあ、あの西さんと宮沢さんの対談の中で僕すごくいいなと思ったのが首里城の話で、あの首里城も できた時は、あ92年にこう復元された時はあハリボテだって、まあ、ちなみにハリボテだとかってわわ言ってたのは新庄和弘なんですけど言ってますかご本人ってあのなんだっけ、どれだったかな、そうだ、打ち与えの日々の中であのボロッカス書いてるんですけどただやっぱあの時が経ってきて、かつまあ西さんとかのね、新庄家、西家新庄家の人たちはあの首里にお住まいだったの、お住まいなので、まあ、やっぱ日常の中で見てきた時に、あの首里城が燃えた時にやっぱこの感情は何だろうっていうところと、あのブームの ギターの方でしたっけ、が、まあ、なんかこうでしたかね、首里城が燃えてなんで僕は涙が出るんだみたいな話があの出てたところで、かつそのもともとハリボテだみたいに言われてたものがこうなんか時が経ってこう馴染んできて、でそれがほっとこうなくなった時に多くの人がよくわからないけど涙する、でこれはまあ僕は大学で講義してる時も学生さんから言ったこともないけどすっごいショックを受けたみたいな話を前とその時はよく聞いてましたけど、というところでなんとなくこう島唄の話っていうのがやっぱ僕の中でオーバーラップしてて、最初はそのじゃあ大和の人間が作った、まあ言ったら何ですか、まがいものだみたいな話とか、なんで島唄とか言ってんだみたいなところから、でも心までコピーすれば本物だよって、あれは木田正樹さんでしたっけの話がそこの間に入ってきて、でじゃあそれはどういうふうに人々の間に根付いてくるかみたいなものって、実はあの同じような時期にできた首里城と島唄っていう歌と、ね、あのまあ文化財が、あこういうところでクロスするのかっていうのを、うん、あまり実はあの西さんとのコラムの対談のところでそういう展開ってあまり僕の中で想像してなかった分、なんかすごい新鮮っていうか、おおっと思って、ここもなんか僕は読んでて面白かったなと思ったところでしたね。あのまあベラベラと僕は面白かった対談の話してたんですけど、
いやありがとうございます。でもそういうことなんですよね。比較してる側も、まあもしかしたら喋ってる人本人も思ってもなかったような話が出てくるっていうのはね、やっぱ面白いんですよ。うん、これ安藤さん的には他になんか、おこういう話になるのかみたいなのはどうですか？なんか。そうですね。僕は、まあ、ね、全部そばで聞いてる。まあ全部面白かったなとは思うんですけど、一つ挙げるとするなら山城さんですかね。山城千佳子さんのね、まあ山城さんはもう那覇生まれ那覇育ち、お父さんは久米島の方で、お母様は那覇、どこだっけ、お母様の話を聞いてないかな、まあ、那覇で育って、まあ宮沢さんから見ればうちなんちゅうなんですよ。うん、まあ、実際うちなんちゅだし。なんだけども、要は宮沢さんが思うようなというか、沖縄の魅力だと思っているような、例えばその先祖への何かとか、まあ、大きくうちなんちゅのアイデンティティというふうに今ざっくり言ってしまいますけど、便宜上。そういうものを、に、まあ、入れずにとか馴染めずに育ってきた世代、まあ、復帰後世代と言っていいのか分かんないですけど、そういうのを総称してね。ただし、まあ、それは総称じゃないですよね。同じ世代の中でもさまざまな経験があって、めちゃくちゃ伝統どっぷりっていう人もいただろうし、まあそういう中で、要はその、うちなんちゅはうちなんちゅのアイデンティティを持っているというふうに、まあ、それはもちろん、なんていうか、こう言うと、皆さんが何も考えてないみたいですけど、思っていたもの。うん。それは多くの人の中にもちろんあるし、好ましいもの、その手、濃度の差はあれば、好ましいものとしてあるだろうと思っていたところに、いや、私はないんですと。感じたこともないし、いや、感じてみたいけど、そこには入れなかった。新しく那覇の新興住宅街かなんかに引っ越してきたりしたらしいので、まあ、その、近所のね、うがんとかもそうだし、行事とかも入れなかったし、私は私のうちなんちゅのアイデンティティがどこにあるのかわからないから、まあ、現代美術という、ある種、沖縄っていう文脈の外に出ていかざるを得ない表現に、まあ、を選んで、まあ、それが自分を救ってくれたんだみたいな話をしてたんですけど、それはかなり宮沢さんにとっては、こう、そうなんだっていう、そういう人が、まあ、いるか、それはいるよねっていうことになんで自分は気づかなかったんだろうみたいなリアクションを取っていて、いや、本当に、本当にそうですよねみたいなね、うん、感じのリアクションだったんですよ。それを聞きながら僕は、みたいな、よしって、この話を企画した甲斐があったというか、この本のを企画した甲斐があったと思ったポイントが、まあそこでしたね。うん、まあ、ある種狙い通りというか、要は宮沢さんの中にないものを、宮沢さんも自身が知らなかった、自分は知らなかったと思ってもらうこと、というのが、まあ、宮沢さんにとっても、この本にとってもいいことであるという、観点から言うなら、大成功の一瞬という、はい、感じがしました。うん、著者も読者も含めて、こう、不意打ちの多い本だなって感じがしますね。だからそう聞いていくと、うん、おおみたいな、やっぱなんかこうどうしても、いや、こういう話じゃないかなみたいな、かこいくんさっきの話もありましたけど、はい、音楽こういうもんでしょうみたいな風に読んでしまいがちになるんですけど、でもこう読んでいくと、おお、そう来るのかとかあ、そういう、そこでつながるのねみたいな、なんか発見と不意打ちのなんかね、多い本なんだなって感じはしましたね。ありがたいですね。長いんですよ、一つ一つ対談が。長いっす。大体2、3時間喋ってるので、まとめるのめちゃくちゃ大変なんですけど、でこれまとめるという、編集者ってまとめる人間みたいなね、振る舞いをしないといけないんですけど、実はできるだけこういい感じにまとめたくないなというところもあって、うん、まあ、その息遣いであったりとかね、喋ってる人の文字にしてしまうと、やっぱりどうしても詐称されてしまうものっていっぱいあるので、
まあそれを、まあ、もちろんなんかこう都合によりバッサリ切るみたいなことはが悪いわけじゃないんですけど、まあ、今回の場合はそのちょっとためらいとか、まあちょっとにじむ怒りみたいなものとか、まあ、いろんなものをなるべく、ほぼノーカットで順番は入れ替えたりしてますけど、うんうん、ほぼノーカットで入れようとしたらなんかこんなボリュームになってしまい、うん、たんですけどね。対談のゲラ見たときびっくりしました、ね、対談でこんなにあんのと思って、なんかいい感じに、あ、それはもうこの50年という歴史そのものかもしれないんですけど、そうですね、いい感じにまとめてしまうことの暴力みたいな、うん、そこからなるべく離れようと思ったら496ページの感じですね。はい、あとはそうですね、それこそまあこの本が何故これだけ分厚くなったのかの要因の一つに、あの注釈の話があると思うんですけど、あの注釈のところで、まあ、囲い君がぜひ持ってきてくれた資料がありますので、ちょっと紹介してもらっていいですか。ああ、そうそう、作ったんでした。はい。ね、最近真面目に大学に行ってるんで、これは大学で作りました。はい、で、これで天の声が見えてるんですよね。今、普通にパワポの画面。あ、すみません。いまだに、パワポの仕様がよく分かってないので、ちょっと待ってね。はい。これはラティーナっていう雑誌に載っていた、著者と編集者、つまり宮沢さんと安藤さんのインタビューということで、持ってきています。で、特にそのインタビューの中にこう注釈の話題が上がるっていうのはなかなかないことだと思うんですけれども、この本には見事注釈の話が入っております。で、なんで入れたかっていうところについては、その島唄っていうのはかなり特殊というか複雑な背景を持っている曲なので、その内容がよく伝わるように注釈を入れようと。ただその単に注釈を入れるだけでは間違うリスクもあるし、その、まあ、それこそさっき製造物責任という言葉でまとめましたけれども、沖縄に対して敬意を欠いてしまうものになってしまうと思ったっていうことがあって、じゃあ注釈を具体的にどうするかっていう話になると、嬉しいですね、つながる沖縄近現代史というタイトル通り沖縄近現代史を最新の研究の視座から現在につなげるものとして考える意欲的な本が沖縄で話題になっているんですが、ということで出てきました。で、まあ、このあたりをですね、ぜひ安藤さんにもう少し詳しく、裏話とかそういったものも含めて伺いたいなというふうに、思っております。ありがとうございます。こうして見るとなんかすごい書き言葉みたいなインタビューになってますけど。書き言葉、そうですね、話してるはずなんだけれども。もっとダラダラ喋ってたんでね、なんかすごい。原稿まとめた人が悪いわけじゃなくて、すごい喋ってんなこいつと思ったんで、こうカチカチやったら意欲的なみたいな。いや、ありがとうございます。まあ、注釈入れたいなというふうに最初に言ってたのは、まあ、宮沢さんですよ。まあ、やっぱりそもそもミュージシャンの名前とか、まあ、沖縄という場所にはやっぱり特殊な文化的歴史的背景もあって、知らない読者の方が多いだろうと全国で考えるならば、うん、ということで、まあ、読んだ人が沖縄の勉強になるようなものにしたいということは、まあ、最初から宮沢さんと話していて、なんですけど、こう入れ始めるとね、もうあれこれ入れないと気が済まなくなってしまうんです。これは自分のなんか悪い癖じゃないんですけど、別にこれも知らないだろう、あれも知らないだろう、そもそも自分もこれは知らなかったぞみたいなことを調べ始めると、あとはまあ対談の中でね、お互い分かってるつもりでパッと喋って、もう次に行ってしまうこととか、まあ、そういうことも山ほどあるんで、まずはそういうものを調べなければ、まあ、調べるというか、そういうものを注釈入れないといけないということと、まあ、あとは、これはあくまで、まあ、宮沢さんの本
であり、島唄の本であり、10人との対談の本ではもちろんあるんですけど、まあ、なるべく、その人たちが語った内容からちょっと飛躍して沖縄のこと、まあ、この内容はまあ何でしょうね、具体的に何を言おう、例えばね、具志堅さんがあの家の近くにペリーっていうバス停があったっていうんですよ。ペリーとは何ぞやみたいなことを言っていたら、まあ、あのいわゆる黒船のペリーだったんですけど、まあ、そのペリーっていうバス停があったというけど今はないし、まあ、ネットでググっても当然出てこないんで、まあ、公文書館に行き、あの、ね、昔のバス停、1957年ぐらいのバス停を調べてたら予約1個だけあったみたいなことをどう書くかっていうときに、幕末に黒船に乗って浦賀沖に現れたマシュー・ペリー提督はその前年に琉球にも訪れている、1854年に徳川幕府とうんぬんかんぬんっていう、こう全然本人たちのトークとは関係ないことをね書いていくということになるわけですというものが、めちゃくちゃ多くなっていった結果、600ぐらいの多分注釈だけで数万字はあるんだろうなと思うんですけど、そういう化け物注釈になってしまったんですよ。で、まあ、あの自分もなんというかこう、これは全然どうでもいい余談で、あの大学院の試験の日を間違えて大学院に入れなかったという、まあ、こう研究者崩れ的なところがあるんでですね、調べ始めるとどんどん調べたくなってしまったりとか、もともと沖縄のことは多少研究もしてましたから、そういうような知識っていうのはなくはないんですけど、ただそれはもう何というかやはり自分自身も外の人間であるし、専門分野みたいなことでいうと専門外のことが9割9分なので、調べて書いただけでは当然、まあ、間違いはやっぱり禁じないとか免れ得ないであろうということと、まあ、言ってる本人もなんか間違ってるってこともあると思うし、まあ、あとは単純に、このタイミングで、まあ、さっきも言ったのと一緒ですよね。このタイミングで、この本を出すっていう時に、沖縄の人に、まあ、この本の重要な一部である注釈を見てもらわないというのは、それこそ二重の意味で製造物責任が問われるんですよ。まず、間違ってしまっていると、これは単純に製品のクオリティが下がるということ。と、まあ、もう一つはやっぱりその態度の部分ですよね。アティテュードの部分として、まあ、ナイチャーが勝手になんか沖縄のことを語ってるだけの本になっては、1ページ一文字たりともまあいけないなと思ったということもあり、まあ、注釈には監修をお願いしようということに。まあ、なったわけですが、で、まあ、最初はあの上田隆さんに注釈どうしたらいいですかねみたいな相談をしたんです。で、あのそしたらもともと僕もつながるのことは読んでましたし、その当時で、でつながるの人たちがいいんじゃないかみたいなご助言もいただいて、前田さんのご連絡先を紹介していただき、すがりついたと、お願いしますみたいな感じで、めっちゃあるんですけどっていうね、数が言いながらという、経緯でございました。注釈に関しては完全にあの注釈の仕掛け人の名前も少し出てきましたけど、なんかあの結構うまく伝わってないところもあって、ちょっと作業的なところはっきり言っておくと、僕らが注釈を全部書いたわけではないんですよ。この注釈っていうのは。だからあの宮沢さんと安藤さんの、まあ、叩き台というか、最初の注釈があって、それを、まあ、僕らが、まあ、チェックして、まあ、事実確認とか、で内容とか、もっとこういうふうな、あの、ニュアンスにした方がいいんじゃないかとか、こういう文章の方がいいですよとか、最近この言葉あんまり使わないですね、とかっていうのを、こうチェックして、で、あれも、まあ、結構短かったですよね。なんか、過去10日ぐらいで作業しなかった。なんか。いや、そうだよ。
2週間ぐらいだったかな。なんか締め切りがやばいみたいな感じで、なんか。いや、そうなんです。すみません。ちょっとね、遅くなってしまう。もう、最後の方、僕は必死で対談をまとめたりしてたんですね。だけど、締め切りが間近だみたいな感じでお願いしちゃったんで、非常に大変な思いをさせたと思うんですけど。まあ、やっぱりつながる沖縄近現代史からのご縁っていうのもありつつ、一方で今僕らがやってるこの沖縄歴史クラブとしての活動のまあ強みというか、こういうのをすごく活かせたなっていうのは、ただやっぱ僕はここが狙いなところでもあって、まあ、結構この YouTube で やる中でいろんなお仕事のお話とかいただくんですけど、やっぱりそのじゃあいろんな専門の若手が今ここに集まってきてるっていう強みを一番活かせれたお仕事で、やっぱ注釈も本当に幅広い、古琉球の話もあれば近代沖縄戦戦後で芸能の話もあり、で芸能のところはもう基本的にみんなでもうさほど手を入れるのやめようって、やっぱここは宮沢さんの本なので芸能とか歌者に関する記述っていうのはもう最低、本当最低限にしておこうって言って、本当我々は歴史記述のところだから、まあ我々歴史文化記述監修みたいな名前になってるんですけど、のところに注力して、で、まあ、メインは自分の専門のところ、だから今日ちょっと、ゼミがあって来れなかったですけど、浜地君が、まあ、古琉球とか近世のところを見て、で、近代、僕は見て、で、沖縄戦戦後のところを、まあ、囲い君と、あとは、まあ、つながる沖縄近代史の編者の小倉君と秋山さんと、まあ、3人で見てもらって、で、かつ見た上で、僕らちゃんとすり合わせをしたんですよ。あれは、浜地いるじゃない。浜地、濃い。浜地入ってきたらいいね。あ、そっか、送ってないか。あとで送ろう。で、あれ、確か、5時間ぐらい、なんかオンラインで会議しなかった。あ、そんなやってた？なんか、3時間ぐらいのイメージだったんだけど。あれ、2日？いや、違うな。なんか別の。なんか1回で終わらせたよね。1回で終わらせた。オンライン会議自体は。そうそう、1日かけてバーッとオンライン会議をして、でもなんか最後らへんも記憶がないぐらい、なんか意識朦朧の中、みんなで注釈を見ながら喋ってるみたいな。あ、僕は大工さんの対談の客中を見ながらすごいエンジョイしてたんで、そんなにきつかった記憶はないです。前田君はお察しします。すいませんね。いや、楽しかったですけど、またね、みんな、おのおのにこだわりがあるじゃないですか。まあ、誰とは言わないですけど、浜地とかね、いや、これはとか言って。そういうの、みんなで調整した上で、ね、また、もう一回チェックして、みたいな、うん。いや、すごい楽しかったですし、やっぱ、じゃあ、どういうところにこう、なんか自分たちのエッセンスではないですけど、なんかどういうことを入れれるかなっていうのはいろいろ考えて書いたんですよね。囲い君的にはなんかこの注釈はみたいなとこあったりする？この注釈は沖縄を返せんところ、そう、181ページ大工さんの対談の客中23、あ、こっそりこう監修者の論文とか入れよっかなって思ったけど、いや、こういうの番組が大変だから絶対やんない方がいいって思って自重したっていう。ありがとうございます。入れていただいてもよかったんですよ。大変だったから、番組がね、客中の数もあるし、文章も多分本文も手が入るんだろうなって思うと、やめとこうと。あら、浜地くんがちょっと古琉球のこだわりを聞きましょうか。古琉球のこだわり聞こうかな。すいません、まだちょっと帰宅途中なんで、画面はオフで話します。音大丈夫ですか？あ、なんとか大丈夫で。うん。ね、なかなかすごい本に関わらせていただいたなと思ってるんですけど、はい、一番こだわりが強くて、皆さんにご迷惑かけたなとは思います。まあ、特に
ほら、現代版組踊りの。ああ、はいはいはい。矢田さんのところですね。矢田太一さんのところなんかは、あれですよね、その、小宅赤八の乱とか、そういう、はい、まあ、最近、ちょっとね、あの、歴史の分野でもすごい熱いところで、琉球帝国論とかの中にも入ってくるところなので、すごい気にしながら見てはいたんですけど、まあ、なかなか、その、いわゆる一般のその、歴史認識と、あの、研究者の中での歴史認識の違いっていうのを、どう埋めていくのかっていうのが、うん、あの、まあ、わかりやすい言葉で書かないと、まあ、書かれてきたものを、あの、この構成していくっていうのが、すごい難しかったけれども、今後のその自分の、まあ、糧にもなるだろうな、とか思いながら、はい、作業させていただきました。これはですね、ぜひ、あの、平田さんのところの注釈で、アマーリとか、あの、親子赤八の話を見た上でですね、今、沖縄歴史クラブの方で、トークでつながる琉球史というの通史シリーズを、シリーズもので出してですね、浜地君と、あと、まあ、最近、ここ2本、上里隆さんに解説ということで、あの、琉球史の、まあ、古琉球のところの通史を、お二人に解説してもらってますので、そこをまた見てもらえると、あ、なるほど、ここの注釈で書いてるのはこういう話かというのが、こう、スッと入ってくると思いますね。ぜひぜひというところですね。あとで動画のリンク貼っとこう。あ、動画のリンク貼っておきたいと思います。あと、ま、前田個人としてはですね、あの、最後、日産のところ、あ、だから、首里城のところなんですけど、はい。あの、後津宝の話が出てくるじゃないですか。はい、で、その、467ページか。では、あの、琉球処分の話の中で、まあ、正体が後津宝って言った言ってない論争みたいなのあるんですけど、ただまあ、よく言われるのは、いや、これは1930年代のこう芝居の中で、諸女明け渡しって芝居の中で言ったのから広まっていったんだよみたいな話あるんですけど、一方で、これぜひ入れたいなと思ってたのが、その、前平冒慶先生の首里城物語っていう本の中で、いや、後津宝からとは言ってないけど、なんかそれに近い言葉をどうやら言ってたっぽいぞみたいな話が入ってて、だそこはまた、その、話の語り口は変わってくるかな、っていうのは僕の中にずっとある、まあ歴史観というか、こういうのを入れたいなと思ってた時に、ちょうどこの後津宝の話があって、そこに注釈がついてたので、これはぜひ入れましょうということで、あの、ここは引用もして、あの、出典も書いてもらってるんですけど、まあ、ちょっと読んでいくと、なお、後津宝という言葉は戦前1930年代の沖縄芝居、首里城明け渡しが初出と言われているが、前平冒慶氏によれば、軍隊を率いて松田が首里城に乗り込んできたとき、泊貴族の帽子が招待王に対し、泊貴一村の人数が一丸となって当たれば、奴らをやっつけることができますが、いかがいたしましょうかと直訴したところ、招待王は、あらん、進化の主、たぶい生まし、いいえ、進化の生命を流られた方が良いと言ったと伝えられると伝承述べているといったような話を入れてもらって、まあ、なんかこれがこの後津宝の話といろいろつながっていくのかな。っていうところを、なんかまたこれまでとは違う 見せ方みたいなものはできたとこ、一番できたところかなと思ってて、僕のおすすめはこういうところで、まあ、おのおのいろんなこだわりが、やっぱりいろんなあのエッセンスをあの入れさせてもらえたのは、すごく嬉しかったなと。これ、ちなみに、歴史記述みたいなところは、ほとんど安藤さんが書いたところなんですか？ね、基本的に注釈は全部僕が書いてますね。で、誰かのミュージシャンのこととか分かんないことはまああるので、まあ、宮沢さん、ここ宮沢さんよろしくみたいなことはいくつかあったりするんですけど、で、まあ、それ一回宮沢さんに全部見てもらって、まあ、宮沢さんの方で、ここはこうであるみたいな間違いの指摘だったりとか、ここはこういう表現にしたいとか、まあ、そういうのをアップデートしてもらったっていう感じですかね。そうなんですよ。なんでこうインタビューというか、これを全部起こしながらこの注釈を書いていたんですけど、対談のインタビューを対談の原稿をまとめるのに例えば5日かかったとすると、その後注釈をつけていくっていう作業になんか10日ぐらいかかるんですよね。でその間にどんどんいろんなところから、その注釈の一行のために取り寄せた資料がピンポーンって届き始めるという地獄のような日々が
あってですね、いろいろ沖縄の千早書房さんをはじめいろんな古書店さんにもお世話になりながらなんとか出来上がったというとこがあります。すごい、なんか、はい、注釈を再構成するとそれだけで本当に一冊できそうないやでもやっぱり全然足りないなと思いますね。この話入れてなかったぞみたいなことだったりとか、まあ、ちょっといくつか自分も自分の話をすると、その間違いみたいなものはかなりちょっと誤字脱字がたまにあったりするのを除けばかなり皆さんのおかげで、その明確な事実の間違いっていうのはほぼないだろうと思ってたんですよ。ヤカビ長期の木が福原長期の木になってるとか一箇所あったりとかして、ああとか思ったんですけど、まあ里山豊さんの出身地が小座市って書いちゃったんですけど、まだあの頃は小座市がなかったんで五重村に直したとかですね、そういうのは第2版でやったんですよ。やったんですけど、例えばその西さんのところで新都心の話があるじゃないですか。で、まあ、このエリアはどうこうだよみたいなことを初版で書いてたんですけど、シュガーローフの話とか書いてないじゃんみたいな気持ちになって、実は10版で直したりしてます、こっそり。あ、10版でさらに増えてるわけです。増えてるというか、その記述をちょっと書き換えたみたいな。これあんまりやりすぎると某日本国旗みたいになるんで、やらない。これは改ざんではないし入れてた方が良いであろうという要素、あと1個ぐらい何か入れたんだよな。まあ、その里山豊さんのとこは明らかに、まあ、ごえくそんなんでごえくそんなんですけど、もう1箇所どっか何かしらちょっとだけ書き、あれです、あれです。大工さんのところで、復帰の時に、どうのこうのっていうのが最後の方にあったんですけど、うん、なんだっけな。これ、本持ってる人にしか分かんないから、なんかあんまりあれなんですけどね。あ、そうそう、50番です、最後。要は、復帰の流れっていうのが決して、こう、やら長病が、頑張って、うん、復帰を勝ち取ったみたいなことではないし、結局基地残ってるじゃんみたいなとなんですけど、まあそこにちょうど桃とのね、皆さんでやってた建議書の話とかを読んだ後で重版が決まったので、まあ、建議書とは書いてないんですけど、ちょっとそういうようなやら長病をもっとなんかそんなに英雄ではなかった感みたいなのを少し出したりとかいうことはしました。徐々にこう小羽倉くんのエッセンスがこう社会に浸透してた。そこぐらいですね。あとは明らかな誤字脱字を直したりとかしたんですけど、まああまりそんな出た後にめちゃくちゃ直すみたいなことをしてはいかんので、やってないんですが、まあこのようにあれも入れとけばよかったとか、こういうことも書いとけばよかったみたいなものは出来上がってからの方がやっぱり気づくんですよね。うん、辺野古の話は書いてるけど高江の話書いてないなとか、まあ、いろんな、各方面を見渡すと、まだ不足であるみたいなところはいっぱいあるので、きっとなるべく読まないようにしてるんですけど自分では何の話でしたっけ。あ、そうそう、そういう話があります。なので注釈ってすごく難しいなと思いました。自分がそもそもこの言葉を選ぼうと思って選んで注釈をしているので、自分がそのアンテナが鈍ければなんか大して意味のない注釈になってしまう可能性もあるのでですね、そういうことも含めて何を必要な要素とするかっていうのは、だから正解もないですし、まあ正解のないまま500-600の注釈を書いてしまったというところがありますね。はい、それこそ僕らのつながる沖縄近現代史でのまあ注釈というか、僕らフラグって呼んでますけど、フラグも含めてこの間、まあ、つながる沖縄近現代史と沖縄のことを聞かせてくださいを通して、なんか一方で研究者じゃない人たちに注釈の面白さがこう徐々に染み渡って浸透してきてるんじゃないかなというか、まあ、僕らも結構遊んでましたけど、これもまあ遊びとは言わないですけど、やっぱりそのね、注釈みたいな
まあ、目がいく。だって注釈だけでページ半分あったりするじゃないですか。対談のところとかも、いや半分注釈やん、このページみたいなとかあって。ただでもなかなかこう普通の本とかの中で注釈、まあ研究者はどうしてもその出典を確認したくなるとか性分なので 見ますけど、割と読み飛ば、一般の方とか読み飛ばしちゃうじゃないですか。でもここになんかこういう面白いものがあるんだぞっていうような表現の仕方としては、なんかこの注釈の可能性みたいなものの、なんかそういうつながりっていうか、そういうのをこう実験できてる、だから2冊。まあまあ、両方関われて本当にありがたいんですけど、かなと思ってて、なんか注釈、新庄さん最近これを見たか知らないですけど、注釈だけの本作りたいとか、なんか、暗黒書房じゃないんだからさ、演習率だけの本とか。そういうなんか、基礎の類としてはでもいいっすよね、注釈。まあ、基礎、基礎がもっとあるべきだと思うんですよ、やっぱ。だんだんちょっと調子に乗ってきましたけど、まあ、少しそのメディア論的な話をしてしまうと、本ってそもそも、これ自体がこうある種の、まあ、情報に関する権力の行使なんですよね、はっきり言って。本を出すっていうこともな、まあなんかその一つかもしれませんが、要は、まあ、編集という鋭意においては、この順番でね、この人たちの話をこの順番で並べるみたいなこと、そのものがもうある種のなんかちょっと権力を帯びるんですよ、きっと。そうしないようにしてるんですけど、そう、まあそれは嫌だなと思ってやってるんですけど、だからこのこう目次を読むと、1から5章まであって対談が4本あって、また5、6、7、8章があってみたいな並びを決めるという、で本というものの性質上、まあ、なんとなくみんな1ページ目から最後まで順番に読むもんだと思っちゃうじゃないですか。これっていうのはもうみんな習い性でそうなってる、まあ、もちろん飛ばし読みとかねしてもいいし、なんなら後ろから読んでいったって何でもいいんですけど、こういう、情報の摂取の経路をたどりなさいよみたいな、まあ、メタメッセージみたいなことにね、まあ、なりかねないわけです。でそのリニアな情報の伝え方、要はそれってなんかすごいある種自分の思った通りに情報が伝わるみたいな、まあ、そういうこともはらむじゃないですか。みんな別にそんなことを思ってやってる人は少ないと思いますけど、その権力性みたいなものっていうのがやっぱ注釈とかあるとね、なんか行ったり戻ったりするんですよ、みんな。ゲームブックみたいに昔のあれ、これ何の話だっけと思って前に戻るとか、ところどころだから全然違う人の対談で大工師との対談、うん、注釈何本参照とか書いてるのも、まあ、わざとなんですけど、行ったり戻ったりしてこの本というこの形、このメディアプラットフォームの形が帯びるそういう作った人間の意図みたいなものをこう何度も行ったり戻ったりとかして、なんていうんですか、逸脱してほしいというか、まあ、そういうところはやっぱあるんですよね。だからこう注釈、なるべく巻末注釈とかじゃなくて、こう何にしても章末とかに少なくともしたいなと思ってるんですけど、だそういうとこも実はあります。こだわりといえばこだわりかもしれないですけど。うん、確かにでも、ただ一般書として読むときに、やっぱりその巻末だと、まあ、見るの大変じゃないですか。でもその文章の横にあるっていうのは、うん、あ、まあ、いわゆる脚注っていうのはこれだけこう機能してる本っていうのはここ最近なんか沖縄県史ぐらいじゃないかなって思いますけど。いやでも一般書のね、どうやって一般書のふりして作るかみたいなところは結構一般書なんですけど、もちろん、要はこれはあくまで、まあ、宮沢さんの島歌っていう歌がそうであったように入り口にならないと意味がない。宮沢さんがこう思ってたんですね、よかったですねで終わるんじゃなくって、うん、この先に行ってもらう入り口がいっぱいあった方がいいなということも含めて、まあ、注釈いっぱいあるのはいいことかもなっていう、何に興味を惹かれるか分かんないですからね、みんな、うん、それが読者という人たちのこう奥の深く素晴らしいところなんですけど、
全然こっちが書き飛ばしたわけじゃないな、こうあんまり気にしてなかったようなところが引っかかったりとか、なるべくしてほしい。ちなみにこう読者の方の反応とかどうですか？あ、そうですね、すごくおかげさまで沖縄の、まあ、一回ちょっと書店巡りみたいなことをした時も沖縄の書店の方とかすごい喜んでくださったし、なんか沖縄、まあ、50年でいろんな本出たけど、なんかこれで棚が完成しましたみたいなことをね、言ってくださる方がいたりとか、ありがたいなとか、まあ本当多くの人にこう喜んでいただいたり、あとはね、いくつかやっぱあって、国立劇場で宮沢さんが公演した時、今ちょっと物販に行ったんですけど、一人おじいちゃんが物販のとこ歩いてきて、俺はいい本だと思うけど、ここにおらんでいい人もいるねとか言ってこう去っていくみたいなね、誰だ誰だと、まあ気にはなりつつ、あんま気にしてないんですけど、別にこれは誰がそうなんだろうなみたいな気持ちになったりとか、まああとはこうやっぱ音楽の畑の方とかでもね、いやーそんな、まあこんなことだけじゃないよみたいなことを言う人もいたりとかね、それは何でしょう、まあそんな否定的な意味ではなくて、この、まあ、宮沢さんのやってきたことは素晴らしいことだけど、なんかもっとうちなんちょにはあるんだよみたいなことだったりとか、まあ、そういう割と飲み話でしてくれたりとか、まあいろんな反応があったんでよかったなと思いますね。逆に褒めてもらうだけでもちょっと気持ち悪いですしね。 SNS とかでこう、まあ佐賀六夜近現代史のエゴサをするついでにこう宮沢さんの本もちょっと検索したりするんですけど、はいはい、逆我々がついで、ああそうだね、宮沢さんの本を調べたついでに我々一緒に、あじゃあ俺らも調べとくかってこうエゴサするんですけど反応見てたら、やっぱその書店とかで結構このタレント本のコーナーに置いてあるみたいな、あそうですね、けしからんっていうふうに怒ってる人が結構見受けられて、ありがたい、アマゾンのレビューとかでも見せたら、はい、なんでこれはタレント本のところに置いてんだみたいな、あ健全な反応だと思って、あそうなんですよね、まあ正直別に置かれても仕方ないんですけど、それがあるので、だからこう写真を一つも使わないっていう、あ写真を使ってしまうと一気にタレント本のところにこうよくあるじゃないですか、こう帯でこんなことしてる感じのああ研究者とかいますねされるとまあされるとかにしてしまうと、もう一気にタレント本のところに置かれる率が高まるだろうなと思いながら、でも多分こうね営業の人とかは絶対に入れてほしいんだろうなと思いながら、まあ入れなかったんですけど、うん、まあなので単なるタレント本として読んでいただいても別に構わないんですが、そういうつもりで作ったわけではないよというようなことですかね。ちなみに僕の職場の某流大図書館では、これを受け入れるときに、まあ、大体沖縄の本って僕らでこう、ここに置きましょうとか言ったりもできるんですけど、うんうん、電気人物伝のところに絶対置いてくださいと。これも人々の電気ですって。まあ、いろんな人の、ね、人生が入ってますから宮沢さんも含めていろんな人 その人生を語ったものなので、ぜひ人物だとね、あれです289っていう、まあ、僕ら独自の分類があるんですけど、そっちに行ったのか、そうそうそう、そこに入れてもらって、ここですここじゃないとっていうふうに強く言ってそこに入れてもらいましたけど、まあ書店さんとか図書館泣かせな本でありますね、どこ行ったらいいんだろうみたいな、うん、まあなんかね、そんな正直やっぱ分類ってね、その国際的な分類もあるので、それは一つの知の体系として大事なんですけど、一方でそんな分類されてもみたいな気持ちもあるじゃないですか、こう作り手としてはそういう、作り手っていうかこうね、自分自身のじゃあ人生を考えた時に、うん、あなたは何ですねみたいに分類されてもなんか嫌だなっていう、うん、すいません、日々分類する方の仕事をずっとしてるもんで、もうそれはそういう仕事で、まあだからこう、はい、その名称しえないとかカテゴライズしえない人みたいなものがまあいっぱいあるよ、ある本だよっていうことで、いいかなと思ってるんですけど、
逆に言うと、この、まあ、書店さんあれかもしれないですけど、図書館とか行った時にどこに置いてあるかとか見るのも面白いかなと思うんです。多分その図書館の職員さんのやっぱ分類ってどうしてもその人の思想とか、うんうんうん、感性が出てくるので、うんうん、あ、この図書館この並びで置いてるのかとか、あ、この図書館は音楽本として撮ったんだなとか、うん、こういうのを見えてくると、まあ、ちょっとマニアックな楽しみ方ですけど、でも多分あのいろんな撮り方を、だからそれがやっぱりいいところでもあると思うんですよ。いろんな見方ができる本であるので、なんかこのすごい開いてる感じっていうのが、うん、多分なんかそういった本の分類とかにも出るんじゃないかなと思って、はい、うん、書店さんでもね、あの同じ紀ノ国屋チェーンなのに置いてる棚がまるで違うとかあるんですよ。あるところではタレント本のところにガッと置いてたりとか、あるところでは日本史っていうところにボコンって日本史近現代とかで置いてたりもする。そうそう、それが面白いなと思って、まあ、なのでいろんな場所に存在しうる本になったのも、まあ、ありがたいなと思ってますけどね、うん、可能性の詰まった本という か、これまでをただまとめただけではなくてというところですね。あとすみません、話前後しちゃうんですけど、ついでにあの表紙の話まで聞いてもいいですか。あ、表紙、はい。はい、表紙はですね、はい。海のサンゴの。あ、サンゴね。そうなんですよ。これね、すごい実は迷ったようで全然迷わなかったんですけど、まあ、なんていうかですね、まあ、野村恵子さんという、もともとやんばるに、ルーツがあって、まあ、神戸生まれなんですけど、今、読谷村の祖辺にお住まいの、祖辺集落にお住まいの、写真家さんの作品です。これ、サンゴですね。海のサンゴ。まあ、祖辺というのは非常に特殊な、まあ、歴史をたどってきた場所で、まあ、読谷村の、まあ、いわゆる西海岸、アメリカじゃない、沖縄の西海岸の、まあ、さっきちょっと突き出たね、残波岬とかのちょっと下のあたりなんですけど、あ、ちょっとそろそろじゃあ、調子出てきたんで、残波を飲みながら、すいませんね、ちょっと軽く、準備がいいですね。一応、この辺にね、置いてたんですよ。まあ、その祖辺集落というのは、やっぱり、まあ、1945年4月1日にアメリカ軍の艦砲射撃がまさに、まあ、始まったというかですね、その読谷の沖の海から、沖縄島への艦砲射撃が始まった、まあ、その場所の一つであり、まあ、いわばそのあくまで、まあ、本当でっていうことですけど、地上戦の始まりを告げる場所になったという場所の、まあ、その海ですね。その海に潜って、その野村さんが撮った写真の一つです。で、まあ、その、まあ、島唄っていうのはそもそも読谷村の風景をも眺めながらね、あとはその姫百合の、生存者の方の、お話とかも聞きながら、そういう沖縄戦の始まりの日みたいなものにこう思いを馳せて作った歌ですので、まあ、まさにその嵐が来たその海、で英語の花が咲き風を呼び嵐が来た海のそこを取るってことがやっぱ大事かなと思っていて、そこというのはあのその場所ってことじゃなくてボトムの底です、海底の話です。海底、あの、まあ陸上というのをある種明るい世界だとするならば、その下に、まあ、うずもれたというか、海底に沈んだ、まあ、これ山城千佳子さんの対談を読んでいただいても、まあ、同じような話出てるんですけど、まあ、その海の底でまだ眠っているというか、こう語られないでいる声というかですね、まあ、そういうようなこと、そういうようなある種、まあ、一人の中でも記憶の中に沈めてしまったようなこととか、まあ、今まで語らないできたことみたいなことを、まあ、これは宮さんよく言ってるんですけど、この50年っていう節目にあんなこともあった、こんなこともあったというふうに話していけると、この50周年みたいなアニバーサリーにされてるこの年の本当の意味があるんじゃないかっていう、まあ、話があって、まあ、そういう話をしてたんで、まあ、もうこれだなと、
まあ、野村さんに写真を見せてもらいながら、ここのサンゴにしよう、この海の底で語られなかった、眠ってる語られなかった声への、まあ、ある種の何ですかね、まあ、鼻向けじゃないですけど、まあ、そういうものがあるんだということを表す表紙にしようということで選びましたっていう、あのいい話なんですけど、でも実際あの沖縄の海のサンゴが表紙の本なんて死ぬほどあるじゃないですか。なので、あのね、すごくなんか陳腐な感じに見えても嫌だなと思って、ちょっと迷ったんですけど、まあ、それを、こういう思い、あとはまあこの写真自体もなるべくそんな明るくないものを選んだりとか、うん、まあ、そういうことはもちろんあるんですね。もっと日光が差し込んでるようなものを選んでしまうと、どうしてもそうなってしまうかもしれないので、そうじゃない重い海と、重い帯と、まあ、あと開けるとちょっとなるべくデーゴの花の真っ赤な感じになるといいなと思ったけど、もうちょっとくすんだ感じになったみたいしっていうことで、明るい沖縄イメージみたいなものではない表紙にしてみましたっていうところまでがワンセットで、どうでしょうか。ありがとうございます。結構やっぱり最初パッと見たときには、はい、なんかそのよく見ると島唄というワードが表紙にある、うん、矢沢和志の名前があり、だけどぱっと見は何の本だろうっていうところからこう読者が入っていけるようなかなと思って、だから本当に最初あの僕ら最初ゲラしか見たかったので文字しか見たかったですけど、だから想定見た時には結構このなんですかね、まあ言葉はあれですけど、まあ、シンプルでかつ、まあ、ちょっとかなり抑え気味なあの想定だなと思って僕も見たんですけど、はい、だからやっぱりよく見ていくとこう味があるというか、うん、そうですね、なるべくなんか何ですかね、なんというか、まあ、あまり見てくれで何かを判断されない本にしたいなっていう難しいんですけどね、こんなドカンと帯書いといてあれなんですけど、まあ、やっぱり島唄とか沖縄とか宮沢とかそういう文字面だけで、もちろん知ってる人は知っているかもしれないけども、それ以外の知らない人たちに伝えるっていうのがもちろん本の役目ですから、文字面だけでなるべく判断されないものにしたいというのはまあありますよね。もっとなんかめちゃくちゃこうなんとかの決定版びっくりみたいな歌い方もできると思うんですけど、まあ、個人的に別にそういうのが好きじゃないっていうのもありますが、なるべく最初にクエスチョンマークが一回つくようにな気持ちにはなってほしいなっていうところで、まあ、こうしましたっていうのはあります。うん、あの3つあってでですね、さっきその著者が腕組みをしている写真とかタレント本のコーナーに置かれるような本っていう話があったと思うんですけども、あの正直中身がこれだけいいんだから別にそれでもそういう見てくれというか表紙とか帯にして、まあ、言ってみればトラップとしてそういう見た目にしてもいいんじゃないかなって思いながら話を伺ってたんですけど、確かに今の話をだとあすちょっと今真面目な話するからなんというか中身を伝えるっていうことと、あともう一つ長く読まれる、長くこう価値を伝えていける表紙っていう点に対するこだわりっていうものが伝わってきたなというのが一点。あともう一つがそのサンゴの写真にしたしかちょっと暗いというか、これちょっとサンゴについての知識があまり正確じゃないのであれなんですけど、白いサンゴって割とあのこう死んでるという白化してる、ね、そうですね、こう序盤にこの日に海に行くとこう引き込まれるんだっていう、その見た目に引き込まれるっていうことじゃなくて、戦争の記憶とその海の底
に対してそっちに向かってこう引き込まれていくっていう写真ですし、あとはすいません、なんでこの色なんだろうって思ってたんですけど、そう言われると確かに英語ですよねっていう話と、あと、はい、なんか単純に本の作りとして、本の作りというか、その言ってみれば本は情報媒体の一つなので、最近だといかにシンプルで無駄をなくすかっていう点で、奥付けをこう、奥付けの部分をカバーにつけるっていう本も、形態として現れてきてますよね。そういう点で、なんていうか、サインを書くスペースがある、ちょっと言ってみれば、余分のある本の作りっていうのは、すごく、今時いいなっていうふうに思いました。ありがとうございます。そう、これもうちょい真っ赤になるつもりだったんですけどね。日光で見ると結構赤いんで、自然が。いう気持ちはありますが、そうなんですよね。まあ、一番最初に加古井さんにおっしゃったことで、本当に長く読まれないと意味がなくってですね、うん、今本の業界って多分どん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 儲かんなくなってるので、なるべく早めにボンと売れて回転していこうみたいな、まあ、力学が強くなってると思うんですけど、やっぱりこう、まあ、便宜上30年とは書きましたが、30年だからとか、50年、復帰50年だからみたいなことで、こう、花火のように打ち上げて、来年には忘れられる本にしたくはないので、まあ、そういう意味でも、こう、祭り感みたいなものは、極力廃止。まあ、言ってしまえばね、50年というのはただの50年ですから、現実はその後も続いているわけで、まあ、その後の現実の中に、なるべく長く存在する本だったりとか、まあ、あとは例えば10年後とかにたまたま古本屋で見かけた人がね、手に取って買って帰ろうと思うかみたいなことって結構大事なんですよ。やっぱ形にして残しとくっていうのは、意図しなかった誰かに偶然届いてしまうという事故が起こる。それも含めて豊かさだと思ってるので、まあ、そう考えると、なんかすごいもう10年後に見たら超古臭いみたいな表紙だと誰も手に取ってくれない可能性がもあるわけですよね。その時のトレンドだけで表紙作っちゃうとそうなるみたいなこともあるので、まあ、なるべくタイムレスな感じに、まあ、なってるなら嬉しいなとは思うんですけど、うん、今の豊かさっていうのはすごくいい言葉ですよね。こう何かお金が儲かったりとか、こうそういうことじゃなくて、本がこういう本が本当に伝えたい何かっていうものが今の豊かさっていう言葉に込められてるという感じがしました。そうですね。なんか難しいんですけど、本を作るみたいなことってね、まあそれこそ皆さんこう研究所とかをね作るっていうのもそうだと思うんですけど、まさに一人の人間が、まあ、一生の少なからぬ時間をかけて、まあ、研究してきた、追求してきた、考えてきたこととかを、こんなね、まあ、これはちょっと分厚いですけど、こういう形に、パッケージにして、千何百円とか2000円とかで売るわけじゃないですか。まあね、専門書はめっちゃ高くなったりもしますが、どっちみちそんな値段じゃその人の一生の時間買えないでしょみたいな値段なわけですよ、全部。あれ、何言おうとしたんだっけ。もう一回残飯飲まれます。まあね、着々と飲んでますんで。まあ、なので、なんというか、その時間を手にしているという感じは、まあ、忍ばせたいなというのはあるんですよね。まあ、この本に関してもそうですし。うん。まあ、その一見、無駄に見えるそのスペースというのは、実は豊かな余白かもしれないみたいなことでもあるんですけど、本当にきちきちで、もうすべて効率優先で作るんだったらこんな本にならないので、160ページぐらいのスカスカな本作っても2200円で買う人はいるのでですね。まあそれが、その良し悪しはないんですけど、それもすべてスタイルなので。まあなんですが、その余白があるというか、考える隙間があるみたいなこととか、注釈みたいな
もので行ったり来たりするって、まあ、全部多分その豊かさっていうのを思考してるんだろうなという、あんまり意図せずに言いましたけど、うん、豊かさっていう言葉は、いう気はしました。でもそれが大事なのかなというか。ですかね。なんか話はつきませんが。あ、もう2時間ぐらい経ってる。はい。喋ってるので、じゃあ、そうですね。最後にちょっと、かこいくんの方から、もう一度、この本の、アピール。今日の話も踏まえながら、ちょっと、今日の感想を踏まえながら、まとめてもらいたいんですけど、かこいくん、どうですか？本のアピールはね、うん、もう最初にしちゃったので、まあね、アーカイブを見てる人はもう一回戻ってくれと。この戻って行ったり来たりする意味っていうのは、今しがた安藤さんがおっしゃった通りなんだっていうことを言った上で、っていうか、今回は著者を呼ばなかった意味っていうのがすごく大きかったですね。編集者を呼んだっていうことの意味がすごく大きかったと思います。さっきもおっしゃってましたけど、本を作る人、本を単にまとめてなんか出す人みたいな、っていうふうに言われるけれども、実は、島唄、宮沢さんというものを通じて、こう、何か別の価値っていうものを本という形で、しかも、まあ、言ってみれば本、この本にしても、島唄っていう曲にしても、始まりがあって終わりがあるんだけれども、その中にいろんな外部的な要因とか、その中でループする要因とかがあって、でそれが一つの豊かさにつながっているっていうところで、しかも長く読まれる、言ってみれば2020年にこの本を出す 意味とは何なんだろうっていう問いが深いところにすごくあるし、序盤にもその展開がどういう内容になるか読める本っていうのは作りたくないというか、作らないようにしよう、そこをうまいこと避けて何か別の世界を切り開いていこうっていうものがあって、まあ、動画のまとめになっちゃうけどね、なんか今日はねうまく喋れないんですよ、その、うん、文化とか音楽とかをこう分かりやすくペラッと喋ろうと思えば音楽の力っすねって言えばいいんだけど、もちろん分かりやすく伝えるっていうのがこのチャンネルの存在意義みたいな部分があるので、いや分かりやすく言うのは無理っすよっていうとこのチャンネルの存在意義もなくなってしまうし、この配信の存在意義もちょっと関わってきちゃうんだけども、いやまあ我々は苦労してるんですよっていうことを伝えたいし、その中で苦労して一つものすごくうまくいった事例っていうのがこの本だと思います。皆さんこの本をぜひ買ってくださいと。あとは僕はこの後再度読もうかなって思います。はい、以上です。まあ、さらに綺麗にまとめてくれましたけど、いや、著者は呼べないよ。呼べないよ。著者は読んだらおそらくすごく読める話に、それこそなので。まあまあまあ。ユーチャーなんだ。こういう発言、こういう炎上、燃えかれない発言は僕の担当なので、安心して振っていってください。まあ、ね。沖縄歴史クラブの力ではまださすがに宮沢さんご本人はちょっとオファーできなかったですけど、でもその力のなさっていうものが、うん、もう何とかして本に関わっている人をお呼びしたいっていうところで安藤さんをお呼びできたっていうのは今日すごくいいことだと。いや単純にまあ裏話的な話すれば、この間復帰50年の後に純駆動で、まあ、特賞があって、でもその翌日だったからちょっと安藤さんと飲みに行ったんですよ、うん、那覇で喋ってて、あこれは俺はどちらかというと安藤さんからちゃんとがっつり時間かけて話聞きたいなと思ってて、まあ、それで今日はお忙しい中来ていただいたんですけど、これなんかこれこのコンテンツはこのコンテンツ結構面白いかなと思ってて、やっぱこの間、まあ、宮沢さん本出して本に関する例えば ラジオとかトークイベントとかで話す機会かなり
まあ、あったと思うんですけど、一方でなんかその裏で関わった人たちとか、まあ、僕らも含めてが、じゃあどういうふうに読んだかとか、なんかどういうこだわりが、まあ、やっぱその著者も含めていろんなこだわりがこう入ってる本だし、いろんな立て付けでできてる本なので、なんかこの部分をなんか表現できるようなコンテンツが一つあると、またこの本の面白さっても膨らむんじゃないかなと思って、うん、今日はこういう感じにしてみたんですけど、うん、あ、まあ面白かった、面白いって言い方も良くないですけど、まあ囲い君の言う通り、確かに僕らはやっぱりなんか沖縄歴史を分かりやすくとは言うんだけれども、この本に限って言えば分かりやすくしちゃいけないっていうのは確かにあって、だから今日多分2時間ずっと若干難しい話でずっとしたような感じがするんですけど、じゃあそこでこの本読んで突きつけられたものって何なんだみたいなところから、だから宮沢さんやっぱりその終わりなくこうずっと問い続けるっていう姿勢がやっぱ本の中で一貫して出てるのかなと、まあ、その中で、まあ、水脈っていうのをこうキーワードで出されてましたけど、その水脈ってなんだっていう問いと、まあ、一方で、まあ、僕たちも、まあ、僕たちの中でまた自分の専門なり自分のやるべきことを、じゃあ今後どういうふうにまたね、問い続けていって、だからやっぱでもすごい単純化して言うと、分かった気になんなよっていうのは僕は一番大事だと思うんですよ、うん、これは研究の世界もそうですけど、もう本当になんか分かった気になったら終わりだと思ってて、っていう中で、やっぱそれは一貫して見えてくるところから、じゃあやっぱりこれを読んで、そこからもう一回何回も何回もスタートし直すっていうことが大事なんじゃないかなというふうなことを、本を読み、かつ今日、まあね、3人でお話しした中で、まあ、すごく感じたところですね。ということで、じゃあ最後に安藤さんから一言いただいてよろしいですか。そうか、何の話だっけ。いや今日竹中ろうの話をするという話もありましたけど、竹中ろうの話はまた何かの際にやってください、ま、次回ということで。そうですね、いや本当に、もう皆さんが今おっしゃってくださったありがたい感想で私は十分成仏できるんですけど、まあ、この本は本当になんというか、まあ、宮沢和文という、まあ、一人のね、類まれなる、なんでしょうね、類まれなるとしか言いようがないんですけど、なんかこう、まあ、ある種不器用な音楽家のね、30年という、まあ、クロニクルの本でもありますし、まあ、その、まあ、これ、いろんな対談受けてくださった方への依頼文にもちょっと書いちゃったんですけど、僕はまあとはいえ一人の大和の成功した男性なんですよね、うん、その人が語る沖縄というものだけが沖縄ではないということを、この本というのは10人の、こんなに熱いのに10人の話しか聞けてないし、言ってしまえば逆にね、うん、10人の話しか聞けてないし、それ以外聞けなかった人はあと120万人ぐらいいるわけですよ、言ってしまえば、うん、ということなんです。だからこう宮沢さんが、まあ、もちろんすごく真摯な、沖縄に対して真摯な方ですけど、一方でそこの、うん、その人の知らない沖縄っていうのがこんなにあるんですっていうことを、まあ、少しでも、分かって欲しいなと思った。もちろん自分が沖縄を代表できる人間では何もないので、それも含めて作り手の、まあ、宮沢さんも含めた作り手のこう戸惑いみたいなものというかですね、まあそういうものが詰まった本にもなっているので、まあ何でしょう、とにかく読んでくれと、うん、いう感じはあります。あとは本当に、まあ、注釈の話で言いますと、これちょっとだけ長くなっていいですか。あ、大丈夫です。はい、すみません。書かない方が良かったかなと、さっき資料にもありましたけど、書かない方がいいかなと思いながら書いたものって結構あるんですよ。それは、まあ一番自分が気を使ったのは、うないフェスティバルの注釈とかだったりするんですけども、なんでしょう、ギリギリでもちゃんと書いて良かったものがいっぱいあって、
この本のこちらの本文の文面だけを読むんだったらほぼいらないものだったりもするんですよね。さあ、もうそういうものの中に、それでもまた全然足りないと思うんですが、そういうものの中にさまざまな沖縄があると思いますんで、ぜひ後ろの参考文献などを見ながらいろんな本を読んでもらえるきっかけの本になればいいなという感じでございます。なんかそれぐらいしか言うことがないですね。あとは間違いが見つかるのは怖いんで、僕は重版の時以外開きませんので皆さんも読んでください、はい、はい、ありがとうございます。今日は長時間になりましたけど、安藤さん改めてありがとうございました。ありがとうございました。かこい君もありがとうございました。どういたしまして。はい、視聴者の皆様もいつもながらにありがとうございます。マジさんがこの感じでありがとうございます。たまじゃ声だけの参加ということでしたけど、すいません、今帰ってきました最後に一言じゃあ締めてもらっていい？あ、いや、はい、すごい楽しく聞かせてもらってました。はい、なんていうのかな、非常に簡単な言葉なんですけど、非常にいい本だと思います。はい、なんていうか、もうこれ以上はい、脚色する言葉がないぐらい本当にいい本だと思うので、ぜひ、ね、ご視聴中の皆様にはぜひ手に取っていただいてご一読していただきたいなと思います。すみません、急に参加して最後締めの言葉をするというのはちょっと申し訳ないんですけど、以上です。はい、概要欄の方に双葉社とそれからアマゾンリングの方を貼ってますので、ぜひぜひ多くの方に手に取っていただければと思います。それでは、これで配信終わりたいと思います。この配信、良かったなという方はぜひぜひグッドボタンとか、最後にコメント来てますね。すいません、コメント一つ読んでいいですか？すいません、一般の素人で恐縮ですが、つながる沖縄近現代史を読んだ後に宮沢さんの本を読んだので分かりやすい面がありました。恥ずかしいのですが、沖縄については本当によく知らなくて多くの発見と学びがあります。沖縄のことを聞かせてくださいは立体的で多面的な発見の多い奥の深い本だと思います。いくつもの違う視点を提供している貴重な本だと思いますと。まさにその通り、さすがつながる会金会社を読んでいただきありがとうございます。僕よりうまくまとめてくれてますよそう、我々口下手だからはい、じゃあぜひぜひ皆様、よかったという方はいいねと、それからチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。それではまた次の配信でお会いしましょう。それでは、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。終わります。